ローカル、地域密着のコミュニティ FM 局と RKB ラジオがコラボしてエリアの魅力をどんどん発掘。ディレクターカメラ目線ちゃん、 FM 諫早がある長崎県諫早市周辺の魅力に迫ります。今回もですね、先週に引き続き FM 諫早さんの放送エリアであります長崎県諫早市にお邪魔しております。目の前にですね、広がっているのはですね、これ有明海でしてですね、雄大です。眼前にはですね、島原雲仙もですね一望できるという好立地、諫早市のですね小長井という場所なんですが、この広がる有明海を一望できる場所にあるのがですね、諫早湾漁協小長井直売所、海の幸お土産地方発送もいたしますということで、お、牡蠣ありますね。有明海小長井育ち小長井牡蠣、牡蠣の季節でございますので、早速ですねこちらにお邪魔したいと思います。失礼します。わーわーいっぱい、わー加工品から、わー天ぷらからですね、お魚からいろいろあります。あ、こんにちは。いいですね、やっぱり直売所だけあって、はい、奥にはお野菜とか網漬け、かす漬け、そうですね、佃煮まで、いろんなものがありますけど、やっぱり、はいはい、なんといっても小長井といえば牡蠣、はい、牡蠣わざわざ福岡からいらっしゃったお客さんもいらっしゃったぐらいなんですけど、そうですね、もうかき焼きとかになると逆にもあの県外のお客さんの方が、あ、そうですか、いっぱいです。うわすごい、はい、聞いたお話では加工品といいますか、はい、小長井牡蠣を使った美味しいものがいろいろ作られているというふうに聞いておりまして、そうですね、はい、はい、もう牡蠣といえば、はい、やっぱり11月から12月、あと冬にかけてなんですけど、はい、シーズンを過ぎても小長井牡蠣を楽しんでもらおうということで、はい、ちょっと加工品をたくさん作ってるんですけれども、い、はい、こちらは小長井牡蠣 の、はい、のしぐれ煮とかオイル漬けとかあるんですけど、あとはカレンのカレンというのが、その牡蠣 の、 そのブランドといいますか、そうですね、もうね、日本一、日本一になったっていうね、牡蠣っていうことで、はい、すごい人気です。全国区のテレビ番組の取り上げられ、うんうん、ね、私もですね他局さんなんですけども、はい、非常に拝見しておりましていつかは小長井牡蠣食べたいなと思ってまして、うん、今日念願叶うんですけども、美味しいだけじゃなくて、ちょっと手に取っていいですか。あ、どうぞどうぞ。こっちでいいですか。おしゃれなんですよね、はい、これ飾っててもおしゃれですよそうですよ ね、 ね、ちょっとあのこの黄金色がですね、そうそう、これだってなんか牡蠣だけじゃなくって、はい、オイルも全部使っていただいて、はい、食べていただけるということで、まあ、あのパスタに混ぜていただいてもいいですし、はい、アヒージョとかちょっと流行ってるので、はいはい、なんかトマトとかキノコとか入れてもらって、はい、あともうパンにつけてもらって、本当オイルもすべて食べれるということで、絶対美味しい。これお土産としても大変人気だそうです、はいはい、あとねこちらいいですか、手に取って。あ、どうぞどうぞ。こちら一夜干しですよ、プリプリ。これもカレンですね、一番大きいサイズのカレンを使ってます。しぐれにオイル漬け、これね燻製もありますよ。そうなんです。いや、この燻製嬉しいな、僕ねお酒大好きなんで。そうなんですよ、もうお酒にぴったりです。いや絶対合いますよね、はい、こちらもですね、レジ横にね、レジ横にある商品は人気商品というふうに言いますけどかき飯の素っていうことで、まあ、あの熱々の炊きたてのご飯に混ぜるだけ、はい、だけ、はい、うわ結構かき入ってません、これかき 150g 使ってあります。たっぷり入ってますよ、はい、これはすごくお買い得です。うわこれ絶対美味しいやつですね。これ、そうですね、800円、800円、そうなんです。うわこれでももう数が少なそうですね。これも今頑張って作ってるんですけど追いつかないぐらい売れてますうわこれ人気商品ですよ、はい、もうやっぱね小長井の牡蠣といえばね、牡蠣焼きもあるんですよね。牡蠣焼きやってますよ。やってます、はい。で今日なんと私ですね、いただけるって聞いたんですけど、はい、それは信じていいんでしょうか。ぜ ぜひいいんですか。はい、すいません、なんかありがとうございます。諫早湾漁協小長井直売所牡蠣焼き小屋、立派な小屋ですね。そうですかね、はい、お邪魔します。はい、どうぞ。うわ綺麗。今日はね特別に、今ちょうど土日しかやってないんですけど、今日はね12月23日で平日なんですけれども、特別にですね食べさせていただけるということでご用意いただきました。ありがとうございます。はい、はいはい、どうぞどうぞ、はい、うわすごい、それぞれ独立さですね。これ炭焼きの台もありまして、こちらにうわもうすでに、うわちょっと待ってください、うわ火も起きてる
ありがとうございます。しかも柿、粉貝の柿と、何ですかこれカラフルな。それヒオウギ貝って言います。ヒオウギ貝、うわ、はい、サザエからエビから、これハマグリですか。ですね、ホンビノス貝って言って、まあ、ハマグリみたいな、へえ、はい、貝ですね。わ、魚介盛りだくさん。本来なら私がしなきゃいけないんですけども、目の前でですね、すいません、もう今牡蠣をですね、炭火の焼き網の上に乗せていただいております。うわー、これどれぐらいで食べることできるんですかね。焼いたら、はい、まあ、大丈夫なんですけど、はい、よく焼いた方がいいっていう人もいれば、ね、なるほど、もう焼いたらすぐ食べるっていう人もいるので、はいはい、まあ、基本あのこの貝柿生で食べられるので。あ、じゃあもう本当に、はい、お好みでというか、はい、柿蒸し焼きみたいな感じですもんね。これ待ってる間の時間もいいですよね。そうですね、こうまず僕よく柿焼きやるときに無言でずっと見ちゃうんですよね焼ける様子をなんかずっと見ていられるんですよね。あの柿焼き奉行みたいな人もいますよね。いますね、まだまだみたいな人とかね僕はもうお任せするタイプなんで余計なこと言わないという、美味しい牡蠣がいただければ文句はないです。そうですね、はい、私も食べる専門がいいです。今日すいません、なんかもう焼いていただいてるんですよ目の前で。ちょうど今ね、横に海を景色を見ながら牡蠣焼きを楽しめるという席に着かせてもらいましたけど、粉貝牡蠣、お、開いた今で、わ、香りがやっぱこう焼けてくるとすごいですね。牡蠣特有の磯のこの美味しそうなこの香りがですね、マスクしてますけどマスク越しにですね猛烈に香りが伝わってきます。今ですね、粉貝漁協さんの重鎮が続々と心配されてですね、ずっと見守ってらっしゃる姿がですね、ありがとうございます見守られてます。そうですもう私と一緒食べ頃だよこれ今久保さんが私と一緒食べ頃だよとおっしゃって、もうねそれ聞くと、もう早くこれいただかないと。うわこれ熱いんじゃない、うわすごいすごい、プリプリだ、うわプリプリ、すごいな。もうね、僕ね今全く手を動かしてないです。皆さん3人がかりで今職員一同、もうね3人の力、こんな贅沢なことありません。粉貝牡蠣いただきます。うわプリプリ、あうまい、もうやっぱ塩分濃度がそんなにこう高くないんですよ。あの辛くないっていうかな、塩が、塩水が辛くないので本当に甘みがあるので、柿にその甘みがそのまま出てると思いますよ。でここ諫早はやっぱり植物性プランクトンが多いので餌をバク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 食べるんですよね、柿がね。だからさっきみたいに貝柱がすごく大きいんですよね。こんな大きい貝柱の大きい柿見たことない。親指の爪ぐらいあるでしょ。あのなんて言いますか、柿の旨味がさ、まだ1個しか食べてないんですけどずっと残ってるんですよ。ここの身の柿ってえぐみがないでしょ。柿ってよくえぐみがあるんですけど、そのえぐみがないっていうのはもう特徴ですね。えぐみない、甘み、焼き加減もちょうどいいですね。そうですね、皆さんね、柿のね剥き方がうまい。みんなからどんどん今ね私のお皿の上にね柿が 1,2,3 食べ放題状態になってますけども、なんかだしみたいですね。結構味がしっかりしてるんで一番そのままが美味しいと思うんですよ。この味でずっといきたいですね。もうそれが一番ですよ。よくポン酢醤油とかかけられるけど、私もうそのまま食べていただくのが一番いいと思います。本当は牡蠣って生で食べるのが一番いいんですよ。安心安全な牡蠣っていうのを提供させていただいてるので。わ、今ですね、生食をご用意いただいて、わーこれ生綺麗ですね。うわー贅沢だ、いただきます。うん、いやーちょっと今ちょっと涙出そうなんですけど、美味しくていや本当本当なんか知んないけど、いや感動した。食べたことないこんな牡蠣、本当に。何ですかこれは、甘みの質がまた違うし、いやーちょっとびっくりしますねこの生の牡蠣。ぐっと寒くなったら海水もこう海水温も下がるじゃないですか。そしたらもうやっぱり甘みうまみもぐっとまた出てきますので、わざわざ来る理由が分かります。いやちょっとね今なんか感動して、なんかあんまり言葉が出てこないんですよ。それが一番ですよ今ちょっとですね、2つ目の生の粉貝牡蠣はですねレモンをかけていただきました。いただきます。うわさっぱりするんです。いやレモンいらないですね
邪魔でしたか。レモン邪魔っちゃいかんけど、やっぱ1個目なの何もない状態の感動がすごいんで、でもレモンは最初だけで、もう後からやっぱ粉がいかきのうまさがぐわっと押し寄せてくるんで、ごめんなさいレモンいらないですね。やっぱりそのままが一番。そのままが一番。あのもう一回そのなぜ粉がいかきがこんなに美味しいのかっていうのを教えてもらっていいですか。やっぱあの有明海のですね、はい、自然の恵みっていうか、はい、ここはあの植物性プランクトン二枚貝にとっての餌がものすごく豊富なんですよ、はいはい、それであの塩分濃度も低く、はい、とてもその牡蠣にとってですね甘みのある美味しい牡蠣になるんですよね、はい、あの有明は広いですけども、この粉貝地区だけ特別そのものすごい栄養素が高くてですね、もうちょっとずれただけでも全然味が変わってくるんですよね。そんなに違うんですか、はい、自然の恩恵ですね。ここは美味しい秘密はですね、生まれも育ちも粉貝って。いや違います、私は佐世保、出身は佐世保です。でも長崎ですよね、はい、でもやっぱりそうやってこの柿に惚れてこっちに来たような感じですね。そうなんですか、はい、うわすごい柿があるぞって。東京の方とか豊洲の方、はい、今はですね、はい、まあ、全国 各地にとどまらず、うん、その世界からも結構オファーがですね、やっぱり注文があってですね、はい、引っ張りだこですよ。いやそうでしょう、はい、この美味しさほっとかないですよ世界中が。そうですね、ちょっと誇らしいかなとは思ってます、うん、1袋1キロ入って今1200円であのお店の方は販売してるんですけども、はい、柿小屋はですねあの袋じゃなくてパックにしてる、うんうん、パックというか、まあ、トレイに入れて、ほうほう、まあ、それで1000円、はい、1000円で1キロ弱で弱で、はい、あで販売してます。どうですかその柿もそうですけど粉貝のいいとこは移り住んでどうですか。まあ人の良さもありますけどね、うん、はい、過疎化が進んでるんでですね、うんうん、まあこうやって牡蠣とかですね、まあそういうところでちょっと盛り上げてですね、もっとちょっとお客さんっていうか、まあ観光の地にしようかなとは思ってるんですけどもね、うんうんうん、はい、ここの従業員も結構深刻な問題になってですね。あ、そうですか、はい、ここで宣伝していいですかね、なんかあの従業員募集中みたいな感じで。どうぞどうぞ。牡蠣好きとかアサリ好きの方がいればぜひともうちで働きたいなっていう方はどんどん募集してますんで、男女問わずですね、年齢も問わずです、はい、よろしくお願いします、こちらまでとか。いやでもね本当感動しますよ。皆さんねぜひいらしてください。食の人生変わりますよ本当に。本当好きな方はこの溜まってるこの、はい、汁をですね、うん、もうそのままそう、それが美味しい。飲む飲む、あー分かる、あ美味しいな。これが有明海の味ですよ。うわいいこと言いますね。有明海の味今日堪能しました、はい、見て楽しいし食べて楽しいし、そうです、ね、なぜ美味しいのかっていうそういう理由も今日聞けて、はい、全て納得です。美味しさが旨味が粉貝牡蠣最高です。災害時にライフライン情報などを共有する北部九州山口災害情報パートナーシップを結ぶコミュニティ FM13 局と RKB ラジオがコラボしてそれぞれの魅力を発掘するローカル、次回もお楽しみに。